本酒を作る工程で難しいことはたくさんあると思います。ご飯も一緒、寝るのも一緒、部屋も一緒。本当の家族と過ごさないで半年間ずっと仕事仲間と生活するっていうのが酒造りの中では一番厳しいところかもしれないです。酒造りはやっぱり生きたもん。人間にすると最初は子供を育てる。だそれをこうだんだん大人を育てて、そこで初めて酒になって出てくる。おい、トトヤ。